第20位、2007年10月1日、千曲書房より刊行、302ポイントを獲得、ミッキー鹿島氏。テヘランで生まれ、エジプトと大阪で育った若手人気作家、ミッキー、その波乱万丈、驚天動地、報復絶踏の日々を、奔放なイラストを添えて描く超爆笑エッセイ。第20位は、ミッキー鹿島氏、です。第19位、2016年2月25日、福音館書店より刊行、312ポイントを獲得、マクコ。小さな温泉街にやってきた一人の少女、彼女には秘密があった。信じること、与えること、受け入れること、変わっていくこと、これは誰しもに訪れる奇跡の物語。第19位はマクコです。第18位、2013年4月1日 NHK より刊行、426ポイントを獲得、ごはんぐるり。カイロ&大阪育ち、幸せな食音痴が綴るグルメじゃないご飯のこと、書き下ろし食小説やっこも掲載。第18位はごはんぐるりです。第17位、2004年5月26日小学館より刊行、429ポイントを獲得、青い。26歳スナック勤務の私と、お腹に俺の国地図を得ている4歳年下のダメ系学生風間くんと、ペットカメのバタのホワホワ脱力気味の同棲生活から一転、私はリセットボタンを押すように気がつけば一人深夜長野の森にいた。人っ子一人いない真っ暗闇の世界の中で、自分のちっぽけな存在を消そうと幽体離脱を試みたり、全てと対峙するかのように大の字になって寝っ転んだりしていた私の目に、ふと飛び込んできた薄青色の野生の花。その瞬間、彼女の中で何かが氷解した。ゆるゆるなのにギリギリなデイズ。そこで見つけたちっぽけな奇跡。あんたのことが好きすぎるのよ。今世紀の女子文学に愛の一線をうがつデビュー作。第17位は青いです。第16位、2006年11月1日千曲書房より刊行、536ポイントを獲得、通天閣。この賞もない世の中に、救いようのない人生にちょっぴり温かい明かりを灯す驚きと感動の物語、小田作之助賞受賞作。第16位は通天閣です。第15位、2008年2月27日小学館より刊行、553ポイントを獲得、幸福、緑の。2つの物語がやがてリンクするという形をとっている本作。一つは大阪に住む14歳の辰巳緑の視点を通して描かれる物語。おばあちゃん、お母さんの茜、いとこの愛ちゃん、愛ちゃんのまな娘桃ちゃんで構成される家族のことや学校のこと、気になる小島犬のことなどがリズミカルな大阪弁で綴られていく。もう一つは刑務所に入っている旦那との話を語る謎の女性宗田さんの物語。二つの物語の共通テーマは女の生きる道。おばあちゃん、茜、愛ちゃん、桃ちゃん、宗田さん、そして緑の6人がそれぞれ抱える秘密や闇を紐解きながら、女性そのものの性と性をあぶり出していく西子渾身の勝負作です。幸福、二部作、2ヶ月連続刊行。第15位は幸福、緑のです。第14位、2018年2月28日千曲書房より刊行、620ポイントを獲得、おまじない。人はいなくなっても言葉は残る。誰かの言葉に縛られる絶望は、誰かの言葉に守られている希望に変えていけばいい。本書の物語はそう力強く告げている。藤木由美、詩人、燃やすを読んで、自分の中にいた小さい頃の自分を思い出して泣きました。読者、誰にも知られない苦しみに寄り添ってくれるお守りみたいな本。読者、大人になって大丈夫なふりをしていても、ちゃんと人生のページをめくったら傷ついてきたことはたくさんある。それでも誰かの何気ない一言で世界は救われる。悩んだり傷ついたり生きづらさを抱えながらも生きていく全ての人の背中をそっと押す魔法の一言。お描いたきらめきの8編、あなたを救ってくれる言葉がこの世界にありますように。西加奈子。第14位はおまじないです。第13位、2012年8月1日朝日新聞より刊行、639ポイントを獲得、福笑い。丸木戸佐渡をもじって名付けられた書籍編集者の丸木戸佐渡。
25歳、唯一の趣味は暗闇での一人遊び。第13位は福笑いです。第12位、2010年12月1日、新潮社より刊行、683ポイントを獲得、白い印。高校時代、大好きで仕方なかった先輩からの思いを拒んでしまった市束。13年後、仕事仲間として香港で再会した2人は、第12位は、白い印、です。第11位、2010年4月29日、角川書店より刊行、724ポイントを獲得、炎上する君。女32歳、独身。誰かにのめり込んで傷つくことを恐れ、恋を遠ざけていた夏目。真島の絵を一目見た瞬間、心は波立ち、持っていかれてしまう。走り出した恋に夢中の夏目と裏腹に、決して彼女だけのものにならない真島。触れるたび、募る思いに痛みは増して、夏目は笑えなくなった。恋の終わりを知ることは、人を強くしてくれるのだろうか。ひりつく記憶が体を貫く、超全身恋愛小説。第11位は、炎上する君、です。第10位、2006年2月28日、小学館より刊行、783ポイントを獲得、黄色いぞ。夫の名は婿歩、妻の名はつまり愛子。お互いを婿さん、妻と呼び合う若夫婦が、九州の片田舎にやってきたところから物語は始まる。背中に大きな鳥のタトゥーがある売れない小説家の婿は、周囲の生き物、犬、グモ、ムカデ、花、木などの声が聞こえてしまう過剰なエネルギーにあふれた明るい妻を優しく見守っていた。夏から始まった2人の話は、ゆっくりゆっくりとその年の冬まで進んでいき、ある出来事、沖に婿が妻を残して東京へ向かう。それは、背中の大きな鳥にまつわるある出来事に導かれてのものだった。取り残された妻は幽霊に出会い、家のそばにある裏山の中へと進んでいった。そこで彼女はあるものに遭遇する。20万部突破のロングセラー、桜の著者が描き取るちっぽけな夫婦の大きな愛の物語。第10位は、黄色い像です。第9位、2009年2月1日、幻冬舎より刊行、852ポイントを獲得、美しい人。自意識に苦しむユリは突発的に会社を辞めてしまう。旅先のホテルでノーデリカシーなバーテン坂崎とドイツ人マティアスと出会い、過ごすうちユリの縮んだ心はゆっくりほどけていく。第9位は、美しい人です。第8位、2007年4月1日、公文社より刊行、949ポイントを獲得、雫。そうか、あなたがいたんだ。迷っても、つまずいても、泣きそうでも、人生ってそう悪くない、女同士を描く6つの物語。第8位は、雫です。第7位、2021年10月20日、新潮社より刊行、1180ポイントを獲得、夜が明ける。直木賞作家が5年間苦しみ抜いて到達した祈り、再生と救済の長編小説。思春期から33歳になるまでの男同士の友情と成長、そして変わりゆく日々を生きる奇跡。まだ光は見えない、それでも僕たちは夜明けを求めて歩き出す。どれだけ傷ついても、夜が深くても必ず明日はやってくる。第7位は、夜が明けるです。第6位、2009年4月1日、角川書店、角川グループパブリッシングより刊行、1496ポイントを獲得、キリコについて。キリコは両親の愛情を浴びて育ったため、自分がブスだなどと思ってもみなかった。小学校の体育館の裏でキリコが見つけた小さな黒猫、ラムセス2世は大変賢くて、次第に人の言葉を覚えていった。ある事件がきっかけで引きこもるようになったキリコは、ラムセス2世に励まされ、外に出る決心をする。夢の中で泣き叫んでいた女の子を助けるために、猫を愛するすべての人に最新書き下ろし長編小説。第6位は、キリコについてです。第5位、2011年3月8日、文藝春秋より刊行、1564ポイントを獲得、円卓。三つ子の姉をはじめ大家族に愛されて暮らす小三のことこは口が悪くて少し偏屈。キラキラ光る世界で考え悩み成長する姿を描く感動作。第5位は、円卓です。
第4位、2016年11月1日、ポプラ社より刊行、1935ポイントを獲得。愛。この世界に愛は存在しません。入学式の翌日、数学教師は言った。一人だけ、と声を出した。ワイルドソダアイ、その言葉は愛に衝撃を与え、彼女の胸に居座り続けることになる、ある奇跡が起こるまでは。第4位は愛です。第3位、2005年2月23日、小学館より刊行、3314ポイントを獲得。桜。スーパースターのような存在だった兄は、ある事故に巻き込まれ、自殺した。誰もが振り向く超美形の妹は、兄の死後、うちにごもった。母も過食と飲酒に溺れた。僕も実家を離れ東京の大学に入った。あとは、見つけてきた時に尻尾に桜の花びらをつけていたことから、さくらと名付けられた年老いた犬が一匹だけ。そんな一家の灯火が消えてしまいそうな、ある年の暮れのこと。僕は何かに突き動かされるように年末年始を一緒に過ごしたいとせがむ恋人を置き去りにして実家に帰った。年末家に帰ります。お父さん、僕の手にはスーパーのチラシの裏の余白に微弱な筆圧で書かれた家でした父からの手紙が握られていた。一生に一度ちっぽけな家族に起こった奇跡。第3位はさくらです。第2位、2011年8月1日幻冬舎より刊行、4073ポイントを獲得。漁港の肉子ちゃん。みんなそれぞれで生きている、それでいい、圧倒的な肯定を綴る西加奈子の柔らかで強靭な最新長編。第2位は漁港の肉子ちゃんです。第1位、2014年10月29日小学館より刊行、7124ポイントを獲得。さらば。西加奈子作家生活10周年記念作品。1977年5月、阿久津歩夢はイランで生まれた。父の海外赴任先だ。チャーミングな母、変わり者の姉も一緒だった。イラン革命の後、しばらく大阪に住んだ彼は小学生になり、今度はエジプトへ向かう。後の人生に大きな影響を与える、ある出来事が待ち受けていることも知らずに。さらばとは何か、その力のとてつもなさに、まだ少しも気づいてはいなかった。第1位は、さらばです。